こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県小田原市東海道新幹線小田原駅13番線ホームにやってきました。今回小田原にやってくるのは約2ヶ月半ぶりとなります。前回伊豆箱根鉄道大雄山線5000系 JR 貨物の甲州層によって三島に向かっています。大雄山線は小田原から大雄山間を結ぶ路線です。使用車両は主に5000系となりますが、検査を受ける施設がありません。寸津線内台場工場に向かい検査を受けます。しかし自社線ではつながっていませんので、 JR 貨物の甲州層によって小田原から三島に向かうこととなります。今回検査が終了したということで、台場工場を出発しまして JR 貨物の甲州層によりこちら小田原に戻ってきます。前回ある程度説明をしていますので、今回はほどほどにしまして、この後は在来線ホームに行って見てみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。前回は時間がなくバタバタしましたので、今回は余裕を持ってやってきました。こちらが在来線ホーム3番4番線となります。前回の動画をご覧になっていただいた方であればわかるかと思いますが、左の線路から JR 貨物の甲州層により静岡県三島に向かっています。今回は三島から戻ってくるということになります。しかし大雄山線の樹樹線は左の場所のみ、東海道本線と大雄山線がつながる場所はここしかありません。樹樹線ということですが、頭上を見上げますと飛電下、後ほど見ることができればなと思いますが、架線がつながっていない飛電下区間、この後貨車を使いまして引き渡し作業が待っています。そして引き渡す際、東海道本線下り線のみからしか渡すことができません。しかし三島からやってくるということで、東海道本線上り線を使いやってきます。奥の左側が上り線ということになりますが、事前に一度小田原駅を通過しています。そしてこの先平塚方面にあります相模貨物駅で進行方向を折り返し、真ん中の線路東海道本線下り線にこの後やってきまして、一旦奥に進みます。その後電気機関車の推進運転により伊豆箱根鉄道大雄山線に引き渡されることとなっています。前回三島に向かった際、入れ替え作業に5000系を使用しています。今回も同じような流れとなるんでしょうか。そして紹介の方遅くなりましたが、この後戻ってくる車両は5000系 5504F、 正面の車両は5013ということで 5507F ということが分かりますが、寸津線で活躍する車両は 5501F から 5507F までの3両7編成21両となっています。しばらく待っていますと、 JR 貨物から引き渡し後、大雄山線内を牽引しますとても歴史のある小で165型の姿を確認することができます。熱海駅でお乗り換えです。
大雄山線内小田原から大雄山間牽引を担当します事業用車両ここで165型が到着しまして 5504F も到着。大雄山線の5000系といえばブルーのカラーが目立ちますが、こちら 5504F はイエローシャイニングカラーなどとも呼ばれています。もう間もなくしますと電気機関車による推進運転入れ替え作業が始まります。本日の担当機は新鶴見機関区所属 EF65 型、後ほどゆっくり見れたらなと思います。ただいま大雄山方面から小田原到着の列車がやってきました。この後回送列車となり入れ替え作業を行うのでしょうかと思ったら、ここで165型が動き出しました。この列車は全車指定席で、今回どのような動きとなるか定かではありませんが、ここで165型は停車をしました。先ほど到着しました 5505F は折り返し大雄山行きの列車となりました。ということで本日はそのままここで165型に連結するようです。主従線は架線が引かれていません。しかし貨車5機3両を挟んでいますので、電気機関車が主従線に入ることはありません。しばらくしますとここで165型と 5504F 連結作業を終了しています。となるとこの後は呼気と切り離し作業。そして大雄山方面に移動しました。この後出発となるんでしょうか。作業員の方の入れ替え合図開始とともに推進運転で小田原駅に戻ってきた 5504F、 先に先ほどの 5500F 大雄山行きが出発するようです。作業の方はあらかた終了しましたが、本日講習走で活躍をしました新鶴見機関区所属 EF65 型2096号機と後ろに呼気3両、先ほどまでは左の微灯を点灯し入れ替えの合図を示していましたが消灯したということで、この後は一旦静岡方面に向かうようです。講習走を終了した EF65 型、所属である新鶴見の方に返却をしたいと思いますが、現在いる場所は東海道本線下り線、この先静岡方面、おそらく沼津に向かい進行方向を変えて返却回送するんではないかなと思います。前回とはちょっと違う入れ替え作業を見てきましたが、この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、まもなく出発をしますので、今回はお見送りをしまして終了したいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。